はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。3月22日帰宅の日がやってきました。こちら宮古島のホテルのテラスなんですが、とても素敵なホテルでした。もう間もなくですね、チェックアウト、あと15分でチェックアウトなんで、なんとなく気の赴くがままにちょっと動画を撮ってみたいと思います。今回も久高島ツアーがメインだったんですが、もうかれこれ12、3回ぐらいやってるわけですね。12、3年前といったらまだ僕は30代後半でした。月日というのは経ってしまうものですね。その時から前田苗さんに毎年お世話になっているわけですが、その苗さんもおそらく60代だったんじゃないかなと思います。月日というのは経ってしまうものですね。もしこのままあと例えば12年間経ってしまうと、僕は62歳となってしまいます。ただ僕の周りに60歳超えてバリバリ、例えば講師の活動とか作家活動している人たくさんいますので、おそらく僕もそんな中の一人として今以上に活動してるんじゃないかなと思います。それと同時にですね、いわゆる自己啓発とかスピリチュアルという分野で表現をしてきた僕なんですけども、今後はまあ実業、50歳にして実業というのは早いとは全然思いませんし、まあ、このまま何やかんや今自分の得意分野も生かしてですね、10年20年と逃げ切るというか生き延びるというか、まあ、そういった選択肢もあるんですが、なんかもう僕の中で守るものがほとんどもないんですよね。もちろん家族はいますし、そういった意味ではですね、大切なものたくさんあるんですけれども、なんとかなるんですよね。何か心配して守りに入るよりは、家族は家族として、僕の立場は立場としてですね、アグレッシブにやっていきたいなと思ったわけです。まあ、そんな中で例えば一つインドネシアの事業というのも、ついさっきインドネシアの川田さんから連絡がありまして、まあ、いろんなシミュレーションについてですね、資料をいただきました。まあ、それ以外にもですね、東京のどっかでバーをやったりとか、まあ、飲食店をやったり、新しい会社もこの後帰ったら作る予定です。やりたいことをやり尽くすというのが人生にとって最も大切だなと思います。僕の周りの人大体そんな人結構多いですよね。今回久高島で素晴らしい人生の節目を迎えた方がいらっしゃいました。すごい大きな大きな悩みがあったわけですね。まあ、その方は普通のいわゆるですね、経済的なとか仕事的な面では特に悩みを抱える人ではないんですが、まあ、例えばご家族のこととか、まあ、自分の人生についてもう本当にですね、僕なんかが考えられようのない悩みを持たれた方がいらっしゃいました。その方が前田苗さんとお会いして言葉を交わすことで完全に悩みがなくなったというふうに言われていました。その昔はですね、同じく前田苗さんと出会って事業が行き詰まっていた、それが一気に解決した方がいらっしゃいました。他にもたくさんいらっしゃいます。だから僕は、まあ、そういう力はですね、今のところ、まあ、あるかどうか分かりません。でも何かしらきっかけを与えたり、その架け橋になるような役目は昔から、そして今もこれからもあるんじゃないかなと思います。一人でも多くの人が心が救われる、人生が楽しくなる、そんな表現をですね、活動をですね、まあ、これからもしていきたいと思ったところです。久高島では僕にとって正月の意味合いがあります。ここからが始まるんです。僕が2012年ぐらいからかな、久高島に行き始めてから、まあ、その前も2、3回行ってたんですけれども、皆様をお連れするのはそれぐらいですよね。毎年毎年新しいミッションが見つかるわけなんですよね。もしくはそれまでおぼろげとしてあったものが確実になるということ、そういった意味ではですね、まあ、今年になってインドに行ったり、あとインドネシアに行ったり、そして新しい事業の話が舞い込んできたり、それと同時にですね、それを担保するための収入が爆上がったりとかですね、そういうことですごく準備ができているわけです。あ、もちろん音楽関係もそうですね。この度やっぱり東京で素晴らしい録音を2つ、取ることができました。音楽関係の事業も大きく花開いていくことでしょう。一体自分が何者かは最近分からなくなっているわけですけども、でも自分自身というアイデンティティ、軸はあるわけです。自分が自分である限り
あらゆることが自分の助けになる、つまり宇宙が自分の味方をしてくれるということです。私は宇宙です。宇宙は私です。私と宇宙が一つです。そういったアファーメーションもどっかで紹介したことあったと思いますけども、今まさにそうだなというふうに実感しています。自分自身は宇宙の中心です。創造主、クリエイター、もっと言うと神です。神として今この宮古島でこの動画を撮っています。そう、神として、その言葉もね、いろんなところでご紹介したと思います。もちろん YouTube、 そして書籍等々でご紹介したと思います。これから神として帰宅します。これから僕は神として新しい事業に取り組みます。神としてジャズのいい作品を作り続けます。神として旅を続けます。神としてご飯を食べます。神としてトイレに行きます。神としてお酒を飲みます。すべて自分は神として行っているんだという自覚を持つとですね、自分自身が急に宇宙の真ん中にポーンと置かれて、そしてあらゆることがうまくいき始めます。そう、天国言葉ありがとう、感謝します、いろんなアファーメーションがあったと思いますけども、自分が神、つまり創造主であるということを思い出す、それ以上に大切なことはないんじゃないかなと思っています。自分が創造主であるということを思い出すと、自分が思ったことが全て実現してしまうわけです。いや、もうすでに実現してるんですよ。ちょっと嫌なことを思ったら、その嫌なことが実際実現してまいります。悩みとか心配不安というのがあれば、それがそのまま実現してしまいます。本当はね、余計なトラブルからも見舞われたくないしね、いいことばっかり起こればいいなと思いますよ。お金もたくさん思った通り入ればいいと思います。でもそれは全部自分自身がそうしているんです。そのことで気づけばですね、じゃあいいことばっかり思ったらいいじゃん。なぜなら私は創造主だから、私は神だから、私は宇宙の中心だから、いや宇宙とそのものだからです。今あなたは真ん中にいます。真ん中にいます。何の真ん中か、宇宙の真ん中です。神様はいるんです。とある方が言ってました。斉藤ひとりさんという方ですが、俺はな、神様がいることを証明するために今生きてるんだって。僕が聞きました。神様いらっしゃるんですか。いるんです。どこにいるんですか。半分はな、宇宙の真ん中なんだ。半分はな、ここなんだ。宇宙の真ん中ですか。それどこなんですか。わかんないんだよ。半分は自分自身にあるということを言ってました。半分は宇宙の真ん中、しかし宇宙の真ん中はどこかわからない。僕は2つの仮説を持っています。もう半分も実はこっちだ。つまり宇宙の真ん中は自分自身、神は自分自身。もう一つはですね、この宇宙の真ん中は実は太陽じゃないかという話があります。日本という国は太陽の国です。日の元の国です。宇宙の真ん中にある、そういった国なんじゃないかと。とりわけこの琉球という、沖縄ですね、日本の原型と言われる、そういった神話もあります。改めてこの久高島や、また宮古島、沖縄に来ることでですね、自分自身が中心であることを思い出している。今日も朝日を見ることができました。あ、ここから全てが始まってるんだなと。宇宙の真ん中は自分自身であり、そして太陽である、太陽を、まあ、信仰というか太陽と同化する、太陽に感謝する、お日様に祈りを捧げる。久高島は祈りの島ですよね。ひたすら他人のために祈ってるわけです。それは巡り巡って自分自身に対する祈りにも通じる。真ん中である、真ん中である以上、全てが真ん中から想像されるわけです。今この瞬間から思い出してください。あなたは真ん中です。創造主です。全てこの世界はあなたの思い通りになっています。もちろんいいことばかりじゃなく、嫌なことも思い通りです。自分がそう思おうと思わなくても勝手に思ってしまう、それもまた強く実現してしまう。そのメカニズムに気づけば、何を思えばいいかという選択肢だけです。嫌なことを思ってしまったら、それはキャンセルキャンセルキャンセルというふうに浄化しましょう。その上で白紙に戻し、何を思いたいか、何をインプットしたいか、どういった人生をクリエイトしていきたいか、そこに常に常に立ち戻るということ。そしたらどうなるか、
自分のやりたいことがやり尽くせるわけです。僕は事業家になりたいというふうに去年のですね、いつ頃からか思いました。そしたら事業家になるための材料がたくさん引き寄せられています。これがまさに引き寄せの法則です。自分がこうありたいということを真ん中想像して、主としてそう願う、もっと言うとそう祈る、そのことによってこの世界というのが思いのままに形作られる。その時に引き寄せたという言葉を使うかもしれませんが、常に我々は引き寄せたないというよりも常にその引き寄せている状態なんですね。引き寄せるというのは状態のことです。行動ではありません。そういう状態あるがまま、それが引き寄せです。常に今我々引き寄せているわけです。それがたまたま自分の意識が思っていることと一致した時に何となく引き寄せたという言葉を使うかもしれませんが、常に引き寄せているわけです。しかしその引き寄せは自分で選択することができる。それが真実。じゃあ何を引き寄せますか。あなたは中心です。真ん中です。どんな世界をクリエイトしますか。今この瞬間からそこにもう一回立ち止まり、そして神としてこれからの人生を生きていこうじゃありませんか。そろそろチェックアウトです。またお会いしましょう。ありがとうございました。